車に囲まれちゃってますけど、ものすごい人数だねこれ。さあ来ましたよ、続いてのゲストリーダー。よろしくお願いします。来た来た来た、お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いい人、これはそりゃ来るよね。来ますね。3人で混ざったらさ、来るよな。いやー、すごいですね。綺麗に囲まれたよ。来ないから、ほとんど僕、初めましての人ばっかりだもんね。もう何この人たちは、どこにいたの普段。さっきは ね、イベントやってて、近くで、サイン帰ってたんですよ。はい、そうなんですよ。で、その子たちもいっぱい、その流れいっぱい来ていて、ありがとうございます。ありがとう、リード。リードのおかげで華やいてるぞ。確実に華やいてる。いやということで、改めて映像を見せましょう。ドン。じゃあ、変わらずかっこいいな。でもね、なんでだろう。なんか誰か劣化してよ。全然劣化しねえな。いや必死ですよ。いやでもね、なんか本当になんかずっと色気っていうのかなんつうの。やっぱそういう感じだよね。そうですか。男ってね。頑張ってます。いやすげえか。俺本当にだってかっこ悪い男褒めないから、ね。あ、俺っ子の方が多分うるさいと思う。女の子よりもうるさいから。俺はなんですね。もうなんか全然、まあ、ブサイクとか来ても全然俺たち乗らないし、似顔絵を下手に隠して。俺らそういうもんだから、やっぱりいい男見ると頑張れる。なるほど。ありがとうございます。お墨付きいただきました。本当に。じゃあ今日はいつも以上にこうパワーアップということで。当たり前じゃない。ちょいちょい来てくれてるからね。そうなのよ。そうなの。ということで今日は皆さんのプロフィールも用意してるということで、さあ、あや行こうか。はーい、谷内慎也さん、古谷啓太さん、鍵本明さんからなるダンスボーカルユニット、終始踊り続ける持久力とシンクロ率の高いキレのあるダンスが魅力の実力派ダンスボーカルユニット、2017年7月にデビュー、15年を迎え大人なイケメンに成長した彼らの顔面偏差値の高さとダンスの切れ味とは裏腹な3枚目キャラクターのギャップが人の心を虜にする。確かに現在は仲良しだが、昔はマジで仲が悪かった。書いてないでしょ。現在大活躍の3人組である。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんとよかったよ。俺たち騙されてたんだよ、だから。いや、なんかいいですよ。いろんなインタビューね、当時デビューの頃、仲いいんですよ、仲いいんですよって言ったの。悪かったらしいんだよ。まあ、15年あると、まあちょっとね、すれ違いがある時期がございます。そういう時期なんですか。夫婦みたいな感じじゃないですか。そうか、倦怠期、倦怠期。長すぎてね、仲いいからこそ出てくる。倦怠期なんです。それを乗り越えて、今。そうね。だからかっこいいよ。それ乗り越えるとまたね、全然違う魅力出てくるから。そうね、さっきのほらね、アイドルグループにも言ったけど、ベタベタしてることだけがいいわけじゃないからね、これね。まあ確かに。お互いはもちろんライバルでもあるわけだし、仲間同士でもあるわけだから。じゃあ聞こうか、一番仲悪くなった時聞こうか。ね、一日全く口聞かないとかって今思えばあったのかい。そうですね、そんな口聞かないとかまではないですけど、でもやっぱこう見え張ったりとか強がってて、なかなかこう男同士だしね、それもあるよね。っていう時期もありましたよ。若かったっていうのもあるんで、デビューがもう中学生なんでね。そうですね。ある意味反抗期の前ぐらいから繋がってる3人だから。なんなら反抗期知らずデビューして、この業界で反抗期になるみたいな。マネージャーさんに当たるみたいなこともありました。そうだそうだそうだ、マネージャーとめっちゃ喧嘩してたもんね。喧嘩しましたね。するよね、普通に考えたらするよね。特にケータ多かったっすね。あれ、思い出してみて、今思えばどんなことでね、今思えば大したことじゃないと思うんだけど、なんかビンタの試合とかしてた。なんだお前、ちょっとやめてよ、やめてよ、バーンみたいな。わけわからずにもう、やばい。そういうストレスも溜まっただろうし、ね、でもぶつけられるわけでもないし、そうやってね、人に言えるわけでもないから、そうだよな。今もうだからある意味、いい感じになってるわけでしょ、そこが。そうですね。そこを経て、いいですよ。仕事も楽しくなってきて、なんかそういったものも軽く乗り越えられるぐらいなところで。そうですね。3人だけで飯とかあんですか？まあよく行きますよ、リハーサル終わりとか。そこ事務所もいなくてマネージャーもいなくて3人だけもあんの？うん、それ仲いいよ、相当仲いいよそれ。そうですね。3人だけで何話すの？何話します？女の子だけは絶対恋バナになるんですよ、多分。
そうですね。そうですか、やっぱそうなんです、ね、リード3人で恋バナしないでしょ、だって恋バナしないですよ、しないですね、やろうはしないじゃん、恥ずかしくなっちゃいますからね、何話すんですかね。でも、やっぱ男なんで、結構下ネタとかも話はまあ、くだらない話もありますよ、言ってたりする、はい、言ってたりしますね、昔のまんまだからそこの話もできるし、でも男が話す下ネタより女子が集まってする下ネタの方がエグいって聞くんですよ、よく聞きます、ちょっと確認しますね、あ、確認、あ、何人もうなずいてますね、笑ってますね、すごいらしいですよ、ここはもう僕ら触らない方がいいぐらいのこのエグい話をそっとしてきましょう、エグい話をね、今あやも笑ってたけど、そうなの、女の子ってそういうのも好きな人もいるの、下ネタ下ネタ、まあでも下ネタは何認めちゃってるか、いいよね、あやの話いいわ、もうやめましょうね、そうですね、やめときましょう、はい、じゃあそんな皆さんの情報が、はい、いただいてます、タレコミ情報、じゃじゃん、スタッフに対するボディタッチかっこ0、お尻が半端ない、いやすごいですね、そして下ネタじゃなくてもう下ですよ、そうですね、そして筋トレブームが起きている、ね、ケイタが4秒でガリガリ君を食べる、ちょっと待って、1個ずつ気になるんだけど、ね、まず何ですか、そのボディタッチが半端ない、基本的に僕だと思うんですけど、時間があると、ボディタッチ僕多いんですよ、もともとなんか親しみを込めてすぐ触ってしまう、そうですね、ケイタのお尻もそうですし、しんちゃんの二の腕もそうですし、よく触るんですよ、なんか元気みたいな感じの挨拶代わりに、なんかこうエレベーター待ってて、あ、暇だなって思ったらお尻ペンペン、それはそれ完全に病ですよ、やばい、何やばい、他人にやったら、他人にやったらやばいです、電車でやったらとんでもなくて、とんでもない、二の腕はどうやって触りになるんですか、ああ、はいはい、今もうさりげなくもうナチュラルですね、とてもとてもナチュラル、結構そのお尻の触り方がちょっと今実践しますよ、じゃあね、じゃあちょっとね、ケイタさん、じゃあすいません、まあこうやってエレベーターね、今これ今エレベーターを後ろからみたいですよ、今日も仕事だなと、あ、ピーンと押した、うん、違う、そんなんじゃないの、え、違う違う、そんなんじゃないの、え、そのなんか下からこうペロンって、そう、なんかこれ何の絵だ、何の絵、何の絵、すみません、若干もう今ケイタ君照れてたもん、え、わかんないけど、どういう気持ちなんですか、何なんすかそれ、いきなりメンバーにのケツ触るって何なんすか、何なのあれは、いや、まあスタッフさんもそうなんですけど、うちめちゃくちゃ男多いんですよ、で、アスリート上がりが多くて、お尻締まっててめっちゃ気持ちいいんですよ、そうかそうか、だからその女の子のお尻のようなそのいやらしさのものではなくて、はいはい、かっこいいから、そうなんですよ、なんか今日鍛えてんのどうなのみたいな感じでこうムキムキしてる尻が気になる、はい、お尻力入ってるみたいな、あ、今日のお尻はちゃんとキュッキュッてしてる、キュッてしてるみたいな、引き締めてるみたいな、そういうことですよ、世界陸上織田裕二的なことですよ、それは、そうなんですよ、見て見て、あの筋肉みたいな、あっちだ、そうなんですよ、そういうことね、かっこいいから触りたくなる、そうなんです、かっこいいから触りたくなるんですよ、これはよかった、誤解解けました、別にケイタ君のいやらしい感情でケツを触るわけじゃない、そうなんですね、筋肉を確かめてるということですよね、これだと踊りも今日も切れるねっていう、そうです、そうです、そうです、なるほど、確認です、よかった、危ない、じゃあ、もう疑惑はこれ、はい、で、筋トレブームはできてるのは誰、全員なんですよ、今みんなで、はい、起きてるんですけど、みんなだといいね、そうですね、もうみんなでもう声出しながら、はい、筋トレして、で、こうどんどん上げていくと上がらなくなるじゃないですか、その時みんなで負けんなっつって、頑張れ、超えるんだろうっつって、限界超えてけみたいな、いやいや、なるんですよね、あれね、いいですね、え、好きなの、そういうゲーム、そういう、鍛えてる感じ、あれ好き、筋肉好きですから、うわー、あれね、切りないんだって、だから大変で言うたら、スタッフが大変、衣装さんとか合わなくなってったりとか、それはそうなのよ、ありますね、大丈夫、もう再現ないよ、あれ、多分どんどん鏡の前の時間長くなってるはずなんだけど、でも、ついついタンクトップ着ちゃうんですよ、ほらほらほら、見たくなっちゃう、どんどん袖がなくなっていくんですよ、ほらほらほら、やばいよ、ありがとう、そのうちなしになるんじゃないですか、だってそうだよ、だってもうタンクトップも最初のうちはちゃんとこう首のねところまで結構ありますけど、だんだんもう乳首まで見えてるから、もういらないじゃん、そのタンクトップってなってちゃうから、見せたいから、見せたい、見せたいよ、ファンはどうなの、マッチョ側いいの、
いや、ダメな人もいるじゃないですか。そうですね、あんまり ね、怖い怖い感じにならないでみたいな、いるんじゃない、はい、マッチョ派、ちょちょ、手挙げてもらっていい、ね、マッチョ派のリードファンは、ね、あ、ダメな人もいます、ね、いや、正直に挙げて、ね、あんまりこのぐらいにしといてっていう、あ、ダメ、あ、ほんと、あれ、あんまりいない、あんまりにみんなやめた方がいいよね。いや、でもね、はい、再現ないから怖いってのもあるのよ、はい、そうなんですね、まあ、いい具合のところ、ちょうどいいところ、ちょうどよく、はい、ね、はい、そうだよね、これ、うん、問題はここですね、最後ね、筋肉全然関係ないんですけど、はい、ね、4秒でガリガリ君を食べる、はい、この間あのインスタで、うん、あの今日まあ新曲発売だったんですけど、うん、ビューティフルデイが、それのインスタでカウントダウンで、6から始めたんですけど、うん、6日にちなんで6秒でなんかしますとかのカウントダウンやってたんですよ。で4の時にガリガリ君を4秒で食べますっていうのを言って、綺麗に見事やっちゃったからもう一気に、はい、これは僕らもすぐチェック入りまして、はい、生で見てえなってことになりましたね。来ましたよ。やっぱりせっかく今日も暑い中集まってくださった皆さんにも、違う違う違う、いや、ね、これはやらせじゃないのかどうかも含めて、いやいや、で今日は新記録出してもらいたいんで、はい、3秒にしました。何ですか。さあ、あと皆さん承認です。今日も見れば、はい、これ最新の、さあ、ファンの前でガッツリ3秒いけます。来てるね。見たい見たい。ちなみに言うけど、絶対食えないよ。できないよね。絶対無理だよ。いや、4秒も無理だし、うん、俺は正直10秒も無理、うん、ちなみに他のメンバーも無理でしょ。いや、無理ですね、うん、やったことないですね、まず、ね、うん、挑戦しようと思わない、ね、やろうとは思わない。だって味わいたいもんね、はい、ガリガリくんじゃないんだもん。だってガクンでしょ、これもうガクン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 、リガリがないもんもだって、うん、いや、あの4秒成功したのもあれ7回目なんですよね。あ、めっちゃ挑戦してる。その前に6本も消費してる。ちょっとちょっと、もう頭痛出るわ、もうそれ。マジ大丈夫なの。まあ、でも全力でやってみます。でいける、はい、じゃあみんなもカウントダウンしてね。だから今日は用意スタートって言ったら1、2、3ってカウントアップして、それで食べきるかってことだよね。よし、じゃあいくよ。はい、頑張れ。見えないから僕もどけるね。いくぜ。練習してないよね。え、練習してないです。あ、もう怖い。3秒は本当初ガチ、はい、いきますよ。よーい、スタート。はい、頑張れ。1、2、3。食った、食ったけど、すごい言ったけど、雪打ったみたいな。まあでもタイムで言うと、これを認めるならタイムで言うと5秒です。あれ、あ、そう、5秒です。いや、3秒ってそんな早いの。うん、早かったですよ。いやけど5秒って、ほら今もうすぐ完全に北極みたいな顔になってるもん、ね、一人だけズボン濡れちゃうと、一人だけ多分クソ寒いんだと思うよ多分今。いや、間違いない。どこが痛いかもう分かんない。いや、でもすごい早かった。いや、できないですね。あの一口もでかいし、いでもちょ、いけたっぽくないですか。いや、これいけたっぽいけど、3分の1全部落ちてた。いや、だから綺麗にもし口に入ってれば、でも入れようと思えば入れれたところなんだけど、はい、本当ですか。いや、でももうやめよう、これやめよう。なんでやらせたの。アイスの種類を変えてこ。そうだね、味わかんないよ、これ。いや、でもね、アイス下手に変えない方がいいと思うよ、多分。これ、小豆バーに変えたらもう確実に早い。違う違う、確かに前は行っちゃうよ。やめた方がいい。ガリガリ食ったからまだ聞いた。まあ、確かに。いいね、これ。ちょっと楽しかった、これ。すいません、もう、ドリハムチャブリ、ありがとうございました。いや、すごい。すごい。素晴らしい。いやなんかね、いいもんなんですよ。男が何かチャレンジしてくれてるところを生で見るってね、そうですよ、これ。そうですね、やっぱ何かしらにチャレンジしていかんでしょ。なんか応援したくなるよね。そうなると、あれ二人はって話になるでしょ、うん、用意しました。おぉ、はい、こちらです。無茶ぶり振り付けショー。おぉ、はいはいはい、これ何、これは、はい、はい、このコーナーはですね、ダンスが得意なリードの皆さんにいきなり曲を聴かせて即興で振り付けを考えて踊ってもらうコーナーです。うん、これ誰がいいかな。おね、誰がいました。じゃあ、赤を下にやろう。やりますか。おいしい、いけ。いいですね。はい、すごいですね。じゃあ、アキラ君にこれから振り付けする音楽をまず聴いてもらうとこから。そうですね。はいはい、うん、ここからいきましょうか。はい、はい、お願いします。
これ踊りやすくない？これマリオさん絵描いたんですよね。描きましたね。ね、これそうだ。ミュージックビデオ。この手のやつは初めて。この手のタイプは初めてですね。確かにね、リードの楽曲の中にこういうここまでなんか微笑ましいものないから、キレッキレだからいつも。いやーすごいですね。そうだよ。リズムがしっかりしてますよね。そうだね。合いますか。はい。おー、行きますか。では。即興ですからね。はい。おー、なんか、あ、これちょっと楽しいね。いやー、ここですね。ちょっと、カメラ。なんか幼稚園とか小学校の運動会の行事で流れてそうなこんな微笑ましいものも、うん、はい、あのやっぱりアキラ君にかかったらどうなるのかと。いやーすごいですよ。いいっすね、楽しいこれ。いいっすか。ではあ、こっちじゃない、あ、ここで大丈夫ですか。あ、ちょっと待ってくださいね。こちらに来ていただいて、あ、椅子がケータ君ごめんね、ちょっと来ていただいて、あ、ここでちょっとめちゃくちゃ行きましょう。はい、行こうぜ行こうぜ。行きましょう。3、2、1、ミュージックスタート。さあもう俺らが何回見たってもう無理なんだけどこれなら、うん、これならちょっと、まあ、いいね、ライブできんじゃないね。そうですね、うん、もうこれライブではもうバッチリやって、バッチリやって、もう皆さんガン湧きしていただいて、やるかって言ってんすか。踊ってる顔は正直ちょっと照れてましたよどうしようちゃってましたあんな可愛い顔、逆にそうですね、逆にレアだった、ね、久々にあんな緊張した顔見ました。あれなんかちょっと可愛いなみたいな。これでもさ、いや、あれだ、これちょっと僕たちだけ無茶振りすんのダメじゃないですか。ちょっと条件悪くないですか。ってことですよね、やっぱね、一人二人と来ましたもんね、はい、用意してます。はい、用意してます。こちらです。でてー、深夜先生のボイパレッスン。はい、はい、これはボイパレッスン、やっぱね、ここは教えてもらいたい。はい、このコーナーは深夜さんがボイパに精通しているということで、そうなの、私にボイパを教えていただく企画。やっぱね、覚えておいた方がいいよ本当に。これから出てくる、はいはい、獣フレンズで、はい、バンド組もうみたいな話になった時に、うん、ね、私ボイパできますみたいな、うん、なるほどね、バンドでボイパ担当、うん、いつ何を言うか分かんない、ね、何でもできた方がいいです ね、 ね、そうですね、この今のね、今の世の中で、ね、だってプロから教えてもらえるんだから、はい、確かに。でもただボイパ教えてもらうなら僕じゃなかった気がするんですよ、ね、あれえ、まあ、いや、好きですよ。あ、好き、ね、好きです、うん、ですし、うん、まあ、よくやるんですよ、ライブでも、はい、みんなでこうレスポンスしてるときに、うん、ビートボックス入ったりとか、最後の歌の、フレーズをアカペラでやりながらビートボックスでこうちょっと長くしたりとか、いいね、はい、教えてほしい、そこ。いや、もう やりましょう、やりましょう、メイクも用意してもらってます。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、はい、いいですか、もういきなりで大丈夫ですか。あ、これも、あ、ここは流れない、お願いします、はい、さあ、皆さんヘッドホンで聞いてるでしょうね。 Hello, ニコラジ。あれ、なんかっぽい。グリップを持ちますよ、はい、ではなくて、あのビートボックスは低音が大事なんで、ああ、このあの網の部分を囲うように、わざと逃がさず、こもらせるように、あ、逃がさずなんだ、こもらせるというか、そうですね、ボードするような感じ、はい、で、まあ、鼻も使うやつがあるんですけど、鼻を使う、鼻をこう響かせるあの技法もあるんですけど、はい、まあ、それはとりあえず置いといて、ここ、口、そうですね、くっつけていいと、そう、ちょっとほぼほぼ、ここに唇を当てるような、そうね、ここだったら汚くないから、はい、そう、ここに当たるように、で、まあ、ブンツカなんですよ、基本。ブンツカツ、ブンツカツ、ブンツカツの、この発声してる声を、どんどん擬音に寄せていくのが、はいはいはい、あの、ブンを、なんかこう、バンバン声にしたみたいなね、声、声じゃない日本語ひらがなで読まないようにっていうことね、その、ブンツカ、ブンツカツ、ブンツカ、で、このカを、こう
空気を吸いながらやるんですよ。おぉ全然できないですみたいな。だって吸って喋ったことないよ。吸って喋ったことないよ。で、で簡単なやつあるんですけど、くっつくパンツかくっつくパンツかってやると、くっつくパンツかムカつくパンツかってやると、なんとなくこうリズムを作れるようになるんですよ、うん、ちょっとやってもらっていいですか。くっつくパンツムカつくパンツ、くっつくパンツかムカつくパンツか面白い面白い何これすごい。何ムカつくパンツってどういう色何色なんだろうかな、何色レザーなんですよ。ちょっといいですかそれやってもらって、アイアイの一番くっつくパンツとムカつくパンツをイメージしてもらって、アイアイの中でね、あいつあんなやつ履いてんじゃねえよっていう。いいですよ、お願いします。いけるいける。くっつくパンツムカつくパンツムカつくパンツムカつくパンツいや先生がいいよ、はい、超簡単に、いやめっちゃ教えていただいた。いや俺今ねコメントでわらわらっつってるけど、絶対今の言葉言ってるやついるから、はい、今絶対この前言ってるから。いやすごい、はい、もうちょっと練習してみよう。これパンツの部分がうまかった気がする、ね、うん、いい破裂音が良かった。よほど今日履いてるやつがムカつくんだよ。いやいい先生が良かったので本当ありがとうございます。すげえ、あっという間にちょっとお時間来てしまいましたんで、はい、じゃあお知らせの方改めて、はい、はい、さあそんなリードでございます。ニューシングル、はい、ビューティフルでお願いします。イエーイ、本日ですね、はい、お願いしております。はい、まさにどんな曲かというと、うん、そうですね、まあ、15周年を迎えての第1弾のシングルということで、うん、まあ、僕たちのね、あのこれまでの思いとこれからの気持ちってものをもう3人でこう共作して作詞したんですけども、そうなんだね、共作の作詞なんだね。そうなんです、本当に爽やかで、めちゃくちゃいい曲に仕上がってるなってこう、はい、うん、自画自賛してる曲です、はい、まあもちろん自分たちの思いを詰め込んだんですけど、もちろん僕らを知らない人もこうあの共感してもらえる歌詞にもなってると思うので、はいはい、切な人を思い浮かべながら見てもらえると嬉しいなと思います、うん、はい、はい、ミュージックビデオもね、はい、あのもうビューティフルにちなんで、うん、ビューティフルな景色、うん、で世界観を意識して作ったんで、はい、もう富士山バックにね、あとはドローンをバーッと飛ばしたりとかね、壮大な綺麗な映像にもチェックしてます。当然ビューティフルなダンスも見れますから、そしてビューティフルな歌声も入っておりますので、はいはいはい、ぜひ皆さんもチェックしてください。こちら本日でございます、はい、本日、はい、ぜひ、はい、さあ見てみようか、かけたかな、マリアさん。あ、すごい、よいしょー、おー、うまーい、わかりやすい、食べてる食べてる、特徴捉えてますね、さすが、ありがたいね、うまー、ありがとうございます、いいでしょ、いいっす、早く T シャツ作って、はい、いや、これ欲しいっすね、ほんと、いいですか、マリオさん、欲しいっすね、これあげちゃいます。あー、いいですか、あげちゃいます、もうリード使ってください、ね、プロフィール画面とかにね、はい、そうそうそう、ね、いいねとかね、ぜひ、あとで PDF でください。で、あの時間なかったんで、各自で塗ってください、色自由に。それでは1曲いきたいと思います、はい、曲紹介お願いできますか。はい、それでは聴いてください、本日リリースになりましたリードでビューティフルデイ、ありがとうございました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 。ビューティフルデイ、ビューティフルライフ、ほら君が笑うから、見慣れたはずの街も色鮮やかなパレード。 Beautiful day, beautiful life。 予報外れの雨もやがて雲の切れ間に差し込む優しい光。Show you are my everything。 いくつもの share、 目に見えない確かなもの手にし、時にバッテリーも本気になって、守りたいのは他にない君だけ。見慣れたはずの街も色鮮やか。
のタクト何を指すの今何描くのさたった一つの愛奏で歩こう Whenever どんなに不安な時も同じ歌口ずさみながら越えてきた It's a new song It's a new song 手を繋いで This is a day This is a life ほら僕が照らすから見慣れぬ景色でさえもあれ華やかなパレット This is a day This is a life 予報外れの晴れに広げた傘を閉じれば眩しい希望の光 This is a dayテーマエンディングです。あれも8になっちゃった。さあ、ニコラジのお知らせお願いします。